こんばんは。今日はですね、何日だ、2018年の6月の何日だ今日、6月のあれですよあれだよ。何日今日、今日何日だ、12、もう6月の6月10日です。6月10日18時20分です。よろしくお願いします。おい、バレニューいらっしゃい。見た対戦相手の練習。おいらもこれから練習だよ。寝れなかったよ今日は。まあ時間早いからちょっと雑談しながら行こうかなとか思って、寝れんかった全然。これいるのか、広角いるか、でかいな広角は。やっぱいるんだな。スマホ配信です。そう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 、あれ直樹兄さんやってたよ。意外とパワー系だったわ。意外や意外、オーソドックスのベタ足の、要はファイター系のハードパンチャー系だったわ。打ち合いだなこれ。圧勝って距離使わねえな。面白くなると思うよ。バッチバチの殴り合いだと思う。あ、最後の方しか見れなかったんだ。あね、足使ってくると思ったらね、意外や意外ね、足ベタ足だったわ。相手足ないわ。俺もないけど。で結構ね、近距離のファイターだったんだよね。うん、だからバッチバチの殴り合いだね。バッチバチの、8時からだね。8時からインファイターっていうよりもね、俺は突っ込んでいくインファイターだけど、うん、結構至近距離で自分から前に行かないで迎え撃つタイプのファイターだったね。はい、金魚橋さんはどつ、みーすけはどつ。まあファイタータイプなのはファイタータイプなんだけど、意外なのがパワーがすげえあったね。ミットいい音してたし重たかったね。あ、多分パワーあると思うよ。うん、そこが意外だったね。ちょこちょこスピードで距離測ってジャブついてくるタイプだと思ってたけど、まあオーソドックスなのはオーソドックスかなとか思ってたけど、まあだいぶデータが出てきたかなっていう。で相手がね、体重82キロだね。俺が75キロなんだ。だから結構差があるね。2キロ落とすって言ってたけど、うん、タモリさんはどつ。まあちょうどいいんじゃないの、今日練習会かぶるわけだから。さっきはね見てて、俺の方が出来がいいのかね、ちょうど比較しやすいんじゃないかなっていう。はい、メアリーラブこんばんは、よろしく。インファイター同士だね。渡辺さんこんばんは、よろしく。ちょっときついね。まあまあでもどっちにしろインファイター打ち合うしかないから、殴り合うしかないから、脳がまあ想定の範囲内っちゃ想定の範囲内だけど、やること一個だからね。相手がパンチ力強かろうがなんだろうが、やるだけっすよ。みんな見たの？はい、解放お疲れ。こんばんは。みんな見た？まあ盛り上がってくんじゃないの、これから。捨て頃。もう2週間切ったかんね。今日雨だよ、あいにくの。何時頃家出たらいいかな？ 4 時、19時。19時。微妙な時間だよな。微妙だよね。インファイターなら膝？ボクシングルールだよ。膝も肘もないよ。ないないない。今回蹴りなしだから。パンチだけ。ボクシングルール。そもそもないっすね。肘も膝も。ナックルだけ。
か、バレーニョね、しばらく仕事忙しかったから離れてたから分かんないのか。最近復帰した感じだもんね、リスナー。なあね、あの走り込んだ成果が今日出ればいいなと思ってる。もうバッチバチの殴り合いだろうね、バッチバチの殴り合い。要は結構ね、耐久力とあのパンチもらわないこと、打たれてももらわないっていうのと、あのその辺が必要になってくる。避ける、さばくっていうステップワークとか、どうなるかだね。やっぱ体重7キロ違うっていうのはパンチ力全然違うね。重い重い。お、やるじゃんと思って、いいじゃんと思って、あ、見てる方は楽しいんじゃない。インファイトしかないから。多分なんだけどね、初心者であのステップワークがまだ覚えらんなかったんだと思う。でストレートの動き見てる限りではジムは通ってるなっていう感じだね。捨て頃決まってから、あ、ジム通ってるなっていう。そう、要は隠してたね、完全に。あのミットがすごいいい音してんのよ。ああ、カズンさんどうもです、今日よろしくお願いします。またご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。いやー、対戦相手の動きを見るとね、こう火がつくよね。3個も教えてくれるんですか。覚えられるかな。楽しみにしてます。カズンさん、さっきあの辰彦の枠で297個あるうちの必殺技3個教えるって言ってた。どんだけ必殺技あるんだと思って、世界レベル半端じゃねえかなと思って。必殺技297個あるからね。ドルさん主催だもん、ドルさんの枠でやるよ。鼻気をつけてください、プレッシャーかけないでよ、怖いんだから。鼻気をつけてって、ダメよそういうの、すり込んじゃうから。試合前何も考えたくない、メアリーだ。折れるときは折れる。なるほどねっつって、はい、ワード2、匿名さんいらっしゃい。どうなっかな今日は。ああ、もう向かうんすか、早くないですか。6時半、こんなもんか。花も何回も行ったり来たりしてるんだもん。元に戻りたいよ。右行ったり左行ったり、今こっち側行ってるね。こっち側だ、右側に行ってんのよ。おー、りょうさんいらっしゃい、今日楽しんでってください、ドレさんの枠で。りょうさんね、寂しかったっすよ、来てくんなくて。鼻すぐ折れるんだよね。あー、かっこいいっすね。僕は遅刻魔です。そうなんだ、世界の人はやっぱ遅刻しない世界。やっぱできる男は遅刻はしない、分かった、みんな。できない男は遅刻する。ソソは一つどうだった、見た。まあソソは絶対見てるよね、どんな印象だった、忌憚のない意見を。ちょ、ミーティングしようよ、ミーティング。俺はね、結構ね、ああ、そういうタイプなんだって思ったね。ヒールは後から登場。あ、ヒールじゃん、完全に完全にヒールじゃん、俺配信会の。みんなどう思ったの、見てみて。のんちゃんはどう思ったか、ちょっと忌憚のない意見を。のりこプロ、のりこプロをちょっと解説して。あきみさんもまだまだだね。以上、のりこプロでした。あ、見てないんだ。結構面白かったよ。えって感じだったよ、意外だった。まあオーソドックスのファイターのはオーソドックスだったんだけど、あのね、
足が使えなくてステップワークなしでジャブついてくるのは予想通りだったの。だけど思いのほかパンチ力ある。俺より重い。正直多分下手したらね、パンチ力結構屈指かもしんない。辰彦も言ってた、パンチありますねつって、だからベタ足で俺も追いかけるタイプじゃん。ゴリゴリのインファイトだよ。ゴリゴリの8位からっすね。予定は想像よりできるかなと思った。うん、あーそうなんだ、練習後しか見れなかったんだ。カプチーノさんプライド高そうだった。プライド高いでしょ。配信者みんないい音してたでしょ。素人目でもわかるでしょ。あれ結構いいパンチ持ってるなと思ったよ。まあ、体重が重いからっていうのもあるんだけど、ちゃんと重たい音してない。ただまあこれは言ったらダメか、相手の弱点だから。まあまあ弱点もライラケンいらっしゃいわっつって、まあね、まあ見えるもんもあったし、こここうなったら危ないなっていうのは一応頭の中には把握できたんで、ちょっとドレさんとカズンさん、カズンさんとドレさんが見てるかどうかなんだけど、多分カズンさん見てないと思うから、ダンスの練習しててイライラした。まあ余裕あるんでしょ。入場のね、まあ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 見れてよかったなっていう。本番想定してたのとは、多分あれぶっつけ本番で見せられなかったらね、ちょっとねおってなってた可能性があるし、一発目もらったら危なかったかもしんないから、結構あこう来るだろうなっていうのは予想できた、タイプ的に。やっぱみんなね練習後から見たんだ。ドレさんそういう感じじゃないね。もうカズーンさん、カズーンさんさっきコメント書いてくれた方が OPBF の2冠王なのね。で世界7位のランカーなの。要は本物チャンプなのよ。だからもうドレさんはカズーンさんとマススパーやるのがウキ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 しててしょうがない感じ。いや今日のカズーンさんとのスパーリング楽しみすぎてお泣きにしてるって言ってたもん。早っ、28分早えな。そうだね、突っ走ろうね。出場者捨て頃しまうと練習もやめてしまうんですか。僕はもう完全にやめますね。捨て頃自体ももう勝ってやめますね。28分早っ、おっさんやるな。そうそう、いくつだっけ、もう40オーバーじゃなかったっけ。負けらんねえな、早っ。やってたやってた、もう絶賛監視中だったよ俺は。ワドちゃんマンが監視してたよ、監視。まあ、閲覧あーありがとうりょうさん、いつもありがとうねりょうさん、パフェありがとうございます。今日はありがたいっすよ、もう本当に。そそバーガーありがとう、そそ花火ありがとう、来た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 。これじゃあんだよ、今日5時間配信やって1000円だよ俺の日給。超やべえよ本当に。絶賛花火減り続けてるから、正直結構今月厳しい。ありがとうございます、あーやおさー、花火ありがとうございます、ありがとうございます。やばいでしょ、5時、結構閲覧もあって結構まあ楽しくやってたけど、やっぱ日曜日花火上がんねえなーと思って、ありがてえ本当に。そそりょうさん怖いって言わないで、おっちん今俺の日当が倍になったんだよ今。1000円、5時間働いて1000円もらえたのが2000円に変わったから、時給200円はへこむよね。あれここフィリピンみたいな。いやキッスだよキッス、喜びはね喜び。そう、今日ご飯頼むね、米炊いて筑前煮とおむそば作って、おむそば素材がない、素材買ってきてよ。台風だもん。俺だって台風なんだけど。
のりこだけの台風じゃないからずっとここでゴロゴロしてるだけでしょ。のんちゃん、ちょ買ってきてよ、ちょっとベッドベッド、のりこのフィールド、ここは台風、台風だけどスーパー近いじゃん、ちょっと頼むよ。おむそばおかずと昨日の筑前煮とお米、いいいい、いや台風じゃねえよ、そこの子どうにかしてよ、ちょっと台風なのに買い物に行けっていう、行け、台風だって貧乏には行くんだよ、うん、うん、駄菓子屋しか行けないっすよ。まあなんか楽しいっすけどね。のんちゃんちょっとのりこさん頑張ってっつって、一緒に帰れっつって、俺今から移動しないといけない。台風台風って、なんでのりこ用語側なんだよお前ら、うん、何なんだよ。台風なのにかわいそうとか言ってこいつら本当にはぁ、寝てるだけだろここでずっと、本当に18時間寝てんだぞ。飯お前なんで、お前のりこのりこかわいそう、ひどいこいつ DV みたいな感じで、なんだよそれ、お前ら裏切んのかよお前、おいマジでコンビニ弁当とかでさ、俺とのりこの食費でお前一食2,000〜3,000円かかるんだぞ。お前スーパーでちょっと頼むよ、俺1,000円しか稼げてなかったんだろ、お焼きそばぐらい作ってくれよ。なんだそれ、なんだお前もその顔なんだそれ、寝る子は育つじゃねえよ、もう48歳になるんだよもうすぐ、転んだら危ないよねじゃねえよ、のんちゃんかわいそうじゃねえよ、お前らほんとのりこ甘やかしすぎだよほんと。まあよかったね俺と会って、うん、うん、幸せでしょここ、うん、焼きそば作ってほんとに頼むよ、うん、悪役は男がかぶんないと最低だほんと、俺焼きそば食いてえっつってるだけなのに、うん、ひでえじゃねえよお前も乗っかんのかよ。まあちょっとなんかやだな、焼きそば作ってよほんと頼むよ、ピザ頼もうじゃねえよ最後に笑うのは君ではないよ、うるせえよ、うん、そういうこと言わないの、プレッシャーかかってんだから。のんちゃん幸せ、私も幸せ、甘やかすな、のんちゃんのご飯美味しいんだから。銀の皿とかあるけどさ、この前食べたよね、うん、美味しかったよね、うん、じゃあちゃんと食わせてんだから、銀の皿でしょ、あとなんだっけビュッフェのやつ、サラダバー、シズラー、シズラーでしょ、うん、昨日何食べた、うなぎゅう、こう甘やかしてるだろ俺、うん、なあなあ、うなぎゅう食わせてんだよ、うなぎゅう、すき家のうなぎゅう彼女に食わせる彼氏だよ、かっこよくない、のんちゃんこんな感じだよずっとパ、うん、ーッつって寝てるんだよここでね、うん、もうシャカとペコと遊んでんだよねいつも、うんうん、そうロハコさん、ロハコさんみたいな僕らで一緒にっつって、こってこてのゲイですっつって、うん、そうそう、うん、のんちゃんのここはフィールドだから、そう、ロハコさん大丈夫かな、連絡取れないんだよな、心配だよねちょっとね、38分、もうそろそろ出るか、もう出た方が、行ってくるね、のんちゃん、はい、焼きそば頼んだ、はい、楽しみ、頑張ってくるから、はい、多分体ガッチャガチャになると思う。はい皆さんこんばんは、先ほど Wi-Fi 切り替えで電波切れました、行ってきます、あ、行ってくるね、のんちゃん、怪我しないようにするから。うわ、雨じゃん、最悪、雨っすね、だるい、僕は貧乏なんでタクシー移動はできません、電車で行きます。ひかるくん毎回タクシーなんだよな、こういう時、どんなに近くてもタクシー使うかんね、ひかるくん一緒に行こう、駅まで、すげえよな、成功してるよな、よし、はい、行きます、雨、うん、ありがとう、リオさん、
しょ、大丈夫でしょ、駅までちょっと喋りながら行きましょう。滑らないよ、滑るのはコメントと発言だけだから。ちょっと小腹空いたな、うん、これ以上滑ってたまるか。スマホ配信だね。まあまあ傘さしてるから大丈夫だよ、たまには。おお、カニチャーハンいらっしゃい、ワドツ。最近ワドギャルズ全然コメント打たなくなってきたな。なんだろうな、ワドギャルズ今どこに浮気してんだろう。どこ行ったんだあいつら。最近モテねえよな俺。俺はね、体重増量しました。68キロから75に上げたんで、これ以上もう走ってても膝痛いんすよ、体重くて。ちょっと絞ってもいいかなぐらいに思ってますね今は。体重上げました僕は。相手が80キロオーバーなんで、今人生で一番太ってますよ。目的地までね、言うね、どれくらいだろうな、ね、中野坂上に今行って、赤坂見附で、赤坂見附から歩くって感じ。なかった、わかんないんだよな俺、時間とかないから。気分まあつくんじゃね、最近言うキャラ変わったよ。なんか配信に染まってきた感じがする言うわ。だから多分ね、どっかの悪い枠でね、悪コメを覚えてきたんだ。よくあるん、あれこの人こんな人だったっけみたいな。で、ああそこの枠で見かけたわみたいな。ここの枠のノリがね、俺の枠に持って帰る人いるんだ。みんな覚えてるじゃん、スーパースターだから。スーパースター、ウェイト差は結構ありますね。身長差なんかえぐいっすよ。僕170なんですけど、相手172だって。182だ、えぐくないっすか。ウェイト差、身長差、リーチ差、全部やばいっすよ。これで勝ったら相当かっこいいよ。まあ、勝つけど、ボクシングやってる人だったら、よく勝ったなお前っていう。頑張ったじゃん、絶対褒めてくれる。うん、猫かぶってたんだ。どうだった直樹兄さん。はっきり言って絶対組まされないよこんなの、ボクシングだったら。でもやりがいあるなと思って、これで勝ったらほんとね、ちょっとね、多分ね、見直されると思う。やるじゃんみたいな。大丈夫だよ、ドレさんとかカズーンさんとか原田さんとか達彦とかにしごかれてきたんだもん。183だね、でかいよね。今日もね、録画してくるから。今日、コトチン、コトチン組んだ。あ、オッケーオッケーオッケー、ありがとう。じゃあ枠終わりに、夜中多分ノンメッシュとシャワー浴びてノンメッシュ食って、それで枠開くから、夜中かな。ありがとうね、メアリーラブ。いいね、コトチン楽しみだね。みんなね、若いのにもうお孫さんとかいるからね、和道リスナー。
ランドマーザーで結構 2,3 人いるからね。40代後半50代前半でグランドマーザー、一体どこのリスナー層をゲットしてきたんだっていう。マダム受けがいいんですよ。年取らないとね、俺の魅力わかんない。若い女に相手にされない。みんなドレさんの枠ね。おー、解放バカありがとう。アイテムありがとうね。頑張ろう。もう今さらね、ジタバタしてもしょうないからね。もう1年間積み重ねたものを出すだけですよ、こっちとら。ねえ、メアリーロも若いのにね。いいんだよ、少子化だから子供は宝だから。子だからとはよく言ったもんだよ。なんかね、しかもね、30代前後のねリスナーさんが出産ブームでみんなね子供を身ごもってるんだよね。だ、出産で大変なんだよ。その部分どれだに似てきた。いや、もともとでも結構でもね、年齢層徐々に上がってるね。30代中盤後半あたりのリスナーに、女性リスナーに支持受けてたのがだんだんね 4,50 代まで幅広くなってきたから、俺はね、年上の女性にね見てもらうのはすごく嬉しいんだよね。だからやっぱり今日も直樹兄さんのキャス見てて、あ、子供っぽいなと思ったの、リスナー層が。だから、あ、キッズ受けしてるんだなっていう。完全にアダルトじゃん、ここって。若い子見ないもんね。だからその部分は得してるなって思うよ。可愛がられてるなっていう。キャスはなんかコメントのノリが全然分かんなかった、見てて。あ、こんな感じなんだと思って。まあ、レニーおはよう。だから8時からドレさんの枠集合ね。まあ間に合うでしょう。50分集合1時間後だもんね。俺はね、あのね、憎たらしいんだけど、あ、これって愛嬌なんだっていうのを分かるまで時間かかるの。いやね、初対面で、あ、こいつ可愛いじゃないのよ。じわじわ噛むスルメのような男だから。分かる、噛めば噛むほど。そう、お米とかもそうじゃん。お米ってずっと噛んでると甘さが出てくるじゃん。お米の向こう側って呼んでんだけど俺。だから向こう側に行くまで時間かかるタイプなんだよ。だから若い子は咀嚼しないから。そう、可愛さだけでやってきたんだよここまで。可愛さの塊ですよ。そう思いませんか。キューティーですよ、キューティー、キューティー。ああ、いや、熟女大好きですよ。キューティーはどうだから。でもね、20代の女の子、10代の女の子、みんないなくなる。俺の放送は。なんか話が分かんないって言われる。今日はね、サイコパスな目をしてるっていう風にね、写真撮ったら目が怖かったからね、サングラスかけて。色眼鏡はどうするんだよ。あー、若い人には受けないだろうな、俺は。まあ、ニコ生の頃からそうだったからいいんだけどね。はい、ダムダムワード2。
ツイッター怖かった。俺のなんか悪いところですよね、あの写真の中にね。悪和道が久々に出てたでしょ。あれあれ紐があった。いや、着いてない。 駅に着いた。あの今から電車乗る。あれがないな、あのくるんって巻く紐のやつが。あれこれどこだ。紐がねえな。え紐どこ。え紐ない傘とかある。紐がないんだけど。紐がない。え何これ、紐がないとかあんの。縛れないのこれ。何これ。ちょっと待って待って待って、紐がない。紐どこだ。紐ないんだけど。何これどうすんのこれ。え開きっぱ傘。紐ないとかある。切れちゃったんかな。紐がねえ。まとめらんない。普通すぐわかるもんね。なんだこれ。うわ紐ねえわ。マジかよ。迷惑かけたくないな。切れたのかな。傘あんま使わねえかな。いいじゃねえかよ。どれはどれ、俺は俺だよ。もう死んだ犬を蹴るなよな。死んだ犬は埋葬するんだよ。死体蹴りって言うんだよ、そういうの。そっとじ、そっとじ。水切り場所を挟み込むっていうのが分かんないけど、あの、たたって縛る紐がない。何方面だ。新宿御苑、赤坂見つけだから。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。